藤田みねおは、日本のプロレスラー。青年非公表。小中学生の頃からプロレスに興味を持ち始め、高校時代にプロレスラーになることを決意。体格はクラスで一番、小さく細かったが、ウエイトトレーニングを始め、成長を遂げる。高校に通いながら、シューティングジム、大宮やアニマル浜口トレーニングジムでトレーニングを、積む。高校卒業後、 アルバイトをしながら、ジムに通い続け、2000年4月に道の区プロレスの入門テストを受け合格するも、1週間で合宿所から夜逃げをする。2001年4月には、大阪プロレスの入門テストを受け入門するが、こちらは1ヶ月で退団している。それでもプロレスラーになる夢は諦めず、2002年8月に、はやぶさやミスターガンのスケが立ち上げた、新団体 WMF の 1> 第1期入門テストに合格して、同月に入門。11月10日、WMF バトルスフィア、東京大会における対、大谷強し高戦でデビュー。身体能力の高さで、プロレス業界では、異例の入門からわずか3ヶ月でのスピードデビューを、果たした。WMF 生抜き第1号レスラーとなる。なお翌年の2期生として、宮本広志向きなどが入門している。 2005年11月から12月、アメリカ合衆国ペンシルベニア州の IWC へ遠征。2008年8月に WMF は解散し、囲碁フリーとして活動。ドラディションを主戦場に覆面マニア、暗黒プロレス組織666など数々の団体で活動。その後、新日本プロレス、全日本プロレス、プロレスリングノアなど、インディーから、 メジャー団体まで日本の主要プロレス団体にはすべて参戦している。12月26日、新日本プロレス主催、プレミアム後楽園、ホール大会のセミファイナルにて、重心サンダーライガーアキラ対ウルティモドラゴン藤田ミネオ戦が行われた。2009年10月、ドラディションのリングで大原はじめを破り、NWA インターナショナルジュニアヘビー級王座を、 ダッシュ。12月の初防衛戦では、南野武を相手に30分を超える激戦を制し、防衛成功している。その後、チャンピオンとして、藤波達治と一気打ちで対戦するなど、ドラディションでは欠かせない存在になる。2011年3月、覆面レスラー、ビグマとして、01に参戦。5月、マスクを自ら脱ぎ、リング上で、01入団を時期、そして、 社長の大谷慎次郎から了承される。2012年2月、高楽園ホール NWA、インターナショナルライトタック選手権に乱入して、日高香織人に裏切りのスワントーンボムを投下。01に反旗を翻し菅原拓也と結託。その後、ヒールに転向同年5月、ヒール軍に、第64代横綱明け物が加入して、064を結成する。 8月、横浜文化体育館にて菅原と組み、ジミー進むジミー影虎組を破り NWA、インターナショナルライトタッグ王座を奪取。2013年9月、01で年に一度開催される天下一ジュニアトーナメント出場。1回戦のジャック・アンソニー、2回戦のハートリー・ジャクソンを立て続けに破り、準決勝ではかつて、 大阪プロレス入門時の直属の先輩であった、タイガースマスクと対戦し勝利している。くしくも決勝戦では同じく、大阪プロ時代の先輩ハブとの対戦に敗北し、準優勝に終わっている。2014年6月、月1公演されている舞台、魔界に、前田刑事役で出演。歌舞伎物キャラクターで、抜群の会場人気を誇る。9月、01公楽園。 ホール大会にて、ジェイソン・リーを破り、インターナショナルジュニア &NWA 世界ジュニアの二冠王座を獲得。2016年3月、01会見にて、4月より今より、さらに活動の幅を広げて、プロレスラーとして、もっと成長したい。年齢的なこともあり、今のうちに、自分の可能性を試したいと思うことから01、対談を表明。同年4月よりフリーランスへ、 2017年3月5日、急所攻撃を得意とするキャラクターを生かし、高島大陸民間ホールでプロレス団体、チンコプロレスの旗揚げ戦を開催。その後、自身が旗揚げプロデュースするチンコプロレスは定期的に開催。客層は女性ファンが8割を占め会場は毎回満員を記録し、プロデューサーとしての手腕も発揮。11月20日、 自身のデビュー15周年記念工業にて、道のくプロレスのザグレート、サスケとチンコプロレスルールで対戦し、50分を超える激戦の末勝利。試合後のマイクにて、18年前に自身が道のくプロレス練習生を夜逃げした過去があることを告白。その当時の社長であったサスケに対し謝罪するも、サスケは当時のことを全く覚えていないというオチが待っていた。 2018年5月、会見にて、自身のチンコへのダメージ蓄積によるドクターストップがかかったことを明かし、7月より治療と回復のための長期欠場、それに伴い7月9日に、チンコプロレス活動休止工業の開催も合わせて発表された。7月9日、新規バファーストリングにて行われた、チンコプロレス活動休止工業は超満員札止めを記録し、 バラモン系と対戦して勝利。長期欠場中の2018年11月15日、新木場ファーストリングにて、藤田峰夫プロデュース工業、色恋沙汰プロレスを開催。自身が試合に出場しない形での大会で、プロデューサーとして大盛況を収めた。2019年4月27日、J ステージ新木場大会のリングで、約10ヶ月ぶりの試合復帰を果たす。 ストロングハーツのシーマと対戦した。5月、前年7月9日より活動休止していたチンコプロレスが、7月9日に復活工業を開催することを発表。また活動再開に伴い、同大会より社名及び団体名を、藤田峰王国に変更することを合わせて発表した。7月9日、新規バファーストリングにて、活動休止から1年越しに、 新古プロレス改め、藤田峰王国を開催。メインイベントでバラモン系と対戦し敗北している。2020年は大会を北区王子ベースメントマンスターというライブハウスで定期的に行い、年末12月27日には初の中夜工業も行われた。チケットは即日完売。藤田峰王国はプロレスのジャンルではなくテーマパークであると語り、 通常のプロレス工業にはない独自のエンタメ性を重視した工業スタイルで定期的に大会を開催している。マリリン・マンソン、マブシン、ありがとうございます。